皆さんこんにちは、赤又影湯でございます。今回はですね、こちらのお店、ステーキの浅熊さん、それもですね、藤ヶ丘浅熊ドイツ館店に来ております。ステーキの浅熊さんはチェーン展開しているお店なんですけれども、この店舗はですね、2005年に開催された愛・地球博のドイツ館をですね、移設した建物ということで、浅熊チェーンの中でも際立った外観になっております。結構大きいんですよ。広い駐車場が2箇所あるんですけどね。今駐車場に立って撮影しております。この白い建物がですね、ずっと続いていて、そしてここで L 字型に曲がっていると。今正面に見えているのも浅熊さんの建物でございます。ちょうど2つの建物が直交しているような感じになっているんですけども、その間にですね、階段が見えましたので、そこから入っていこうと思っております。近づいていきますとちょっと嫌な予感、何やら階段の下に見えてまいりました。近づかないと何て書いてあるかよくわからないんですけども、さあ何て書いてあるんでしょうか。現在ここからは入れないようです。ということで正面に回りました。こちらがですね、お店の正面になります。先ほどはですね、このちょうど裏手から撮影をしておりました。せっかくですから、ここを通ってお店に向かおうと思います。感じ出てますね。独特の建物。ドイツの建物がこういう感じなのかどうかはわからないんですけども、ちょっと他では見かけることのない作りになっております。結構大きいお店なんですけども、有名なお店なので順番待ちになることもあるようです。この辺りに順番を待つスペースがあるわけなんですね。前方に見える扉が入り口になっております。では早速入店してみたいと思います。お店の中はこんな感じです。天井が高くて中が広く、そしてですね、壁には大きな絵が並んでおります。この雰囲気を味わうためだけでも、このお店に来る価値があるんじゃないかなと思いますね。こちらがメニューでございます。一番上の浅熊ハンバーグというのが一つの定番料理のようでございますよ。そしてお店の名前にもついているステーキでございますね。いろんなタイプがありますね。ソースも3種類。そして様々なトッピングがございますけれども、今回はですね、超ど真ん中定番メニュー、浅熊ハンバーグを注文いたしました。このお店はですね、ご飯、パンもあるんですけども、そして野菜、さらにはデザートがですね、食べ放題なんですよ。ドレッシングはこれはごまだれですね。さあやってまいりました、浅熊ハンバーグでございます。まだ湯気が立っておりますね。付け合わせの野菜は少ないんですけども、何しろ野菜食べ放題ですからね。鉄板の上はシンプルになっております。ご飯もパンも野菜も食べ放題なので、これで十分ですね。ちなみにですね、ソースはハンバーグの場合も3種類から選ぶわけなんですけども、私はですね、デミグラスソースを選びました。どのソースも試してみたいっていう感じなんですけどね、やっぱりハンバーグの場合、デミグラスソースが定番なんじゃないかなと思って、一番スタンダードなのを注文いたしました。ではカメラをセットしたので食べていきたいと思います。まずは断面ですね。どうなんでしょうか、赤いやつでしょうか。おっと、これはですね、中心部まで火が通っているよく焼きタイプのハンバーグでございますね。これが昔ながらのハンバーグでございます。最近はですね、中が赤いハンバーグっていうのも結構あるみたいですけどもね、こちらの方が万人受けする。食べた感じなんですけどね、ひき肉はですね、粗挽きタイプではなくて、まあまあよく挽いてある肉で作られたハンバーグです。付け合わせのじゃがいもも食べていきます。なぜかハンバーグにはフライドポテトがついてること多いですよね。それでカロリー増えちゃうんですよ。さあもうちょっと断面を見ていきますと、均一ですよね。食べた感じ、肉以外に何か入ってるのかどうかよくわからなかったんですけども、もしかすると肉以外のつなぎも使われているのかなっていう感じもいたしました。まあとにかくですね、非常に食べやすいハンバーグです。
生っぽい肉が苦手な人でもお子さんでも問題なく美味しく食べられるハンバーグですね。逆に言うと、ハンバーグにすごいこだわりがあって、今日はお店でしか食べられないようなハンバーグを食べようと思ってきた人にはちょっと物足りないのかもしれませんね。まあ私が思うには、以前は外食で食べるハンバーグっていうのは大体こういう感じだったと思います。かなり粗挽きの肉を使って、しかも完全に火が通らない赤いハンバーグっていうのはですね、最近になって出てきたものじゃないかなって思いますね。さあではデザートなんですけども、これがプリン、そしてこれがコーヒーゼリー、そしてわらび餅と四角いのがナタデココ。こちらがですね、ナタデココですね。寒天っぽく見えますけどもナタデココでした。味はですね、みかんの缶詰のシロップと同じ味がいたします。なのでシロップ漬けのみかんの缶詰とナタデココを混ぜたようなものですね。そしてこのプリン、私が大好きな固めのプリンでございました。ビュッフェ形式になっていて、自分で好きなだけプリンを皿に取るわけなんですけども、元々の形はですね、大きい四角形のプリンでした。そこから好きなだけ切り取って皿に乗せたわけです。そしてこちらコーヒーゼリーですね。コーヒーゼリーもですね、なかなか美味しかったですね。好きなだけ自由に取れるから、クオリティ低いんじゃないのと思われるかもしれませんが、サラダにせよ、スイーツにせよ、結構レベル高いです。こちらはわらび餅なんですけども、最近流行ってるんですよ。なので、ちょっと食べてみたんですけど、周りにはきな粉がついてるんですけども、そのきな粉がですね、みかんのシロップを吸って、思いがけなく美味しいスイーツに変化しておりました。ちなみにこのお店はですね、先ほど申し上げた通り、サラダって言ってももう野菜もいろいろあるんですけども、サラダ食べ放題、ご飯もパンも食べ放題、そしてカレーなどもあるんですね。スパゲッティもありました。そしてデザートも食べ放題。そしてドリンクバーをつければ、飲み物もいろいろあります。ソフトドリンクだけではなくて、確かアルコールもあったと思いますね。ほとんどの方は車で来られてるんで、お酒を飲んでる人はいなかったと思うんですけども、まあとにかくですね、お腹いっぱい食べられます。ご飯とカレーがあるので、それだけでも十分1回分の食事になってしまうわけなんですけども、もちろんそれで終われるわけないわけなんで、私はですね、ハンバーグが焼けてくるまでに1回カレーを食べて、そのカレーが意外に美味しかったので、再びカレーをおかわりして、その後ハンバーグを食べたので、結果満腹なんてもんじゃなかったですね。限界まで食べちゃいました。食べるペースが早かったので、食べてる時はそうでもなかったんですけどもね、お店を出てから結構苦しいぐらい満腹になりました。というか満腹の上ですね。なんて言うんですかね。スーパー満腹って言うんですかね。そういう状況になってしまいました。またカロリー取りすぎた。ということで、今回の散歩はここまでです。また次回の散歩でお会いしましょう。それまで皆さん、ごきげんよう。